そろそろ戻るか。おい、そこの娘。いかんいかん。いくらイラついていたからといっても、お主じゃ、お主。年下の新人にあの態度は大人げなかった。道に迷うたのじゃ、穴い。とっとと消えろ。何を、わしを邪気にするとこの場で泣くぞ。しかも転げ回って泣いてやる。それでも良いのか。お主の後を転がりながらついていけばいい笑い者じゃぞ。どんな脅しだ。ああもう。で、どこへ案内すればいいんだ。姉上を探してたもれ。ただの迷子か。迷子ではない。姉上の隙をついて遊びに出たら帰れなくなったのじゃ。なお悪いわ。もうそのままどっか消えて一人で生きてけ。わしはもう子供ではないのじゃ。まあ姉ってのは身勝手なもんだしな。なんじゃ、お主も姉がおるのか。しまった。話が合いそうじゃ。合わなくていいし。そろそろ戻るか。おい、そこの娘。いかんいかん。いくらイラついていたからといっても、お主じゃ、お主。年下のしんじゃけ。わしはもう子供ではないのじゃ。まあ姉ってのは身勝手なもんだしな。なんじゃ、お主も姉上を探してたもれ。ただの迷子か。迷子ではない。姉上の隙をついて遊びに出たら帰れなくなったのじゃ。なお悪いわ。もうそのままどっか消えて一人で生き。新人にあの態度は大人げなかった。道に迷うたのじゃ、穴い。とっとと消えろ。何を、わしを邪気にするとこの場で泣くぞ。しかも転げ回って泣いてやる。それでも良いのか。お主の後を転がりながらついて行けばいい笑い者じゃぞ。どんな脅しだ。ああもう。で、どこへ案内すればいいんだ。